はい、鎌倉の音楽、邸宅跡に来ています。この人そうなんですけど、非常にこの鎌倉のですね、初期にいろんな人に関わっていると。何しろ伊豆に、エアって来たんですが、頼朝公に、平家討伐を進めたということで、先日ちょっと伊豆行った時もね、そんな話をしましたけど、遠藤盛遠って言うんですよね。遠藤盛遠、山内盛豊、ちょうど言ってたんですけど、遠藤家ですね、渡辺と、もともと雪原寺の関係の人なんですよね。だから僧侶になったのが19歳ということですから、結構早い段階でですね、だから文学商人とか文学和尚とか、文学という名前の方が、一般的には知られてますね。こちらが邸宅の跡地ということで、ちょっと簡単ですが撮影させていただきました。鎌倉を最後にですね、後鳥羽上皇に謀反ということで、入るの途中で九州に行く途中でですね、亡くなったということになりますね。ドラマの方でも結構出てくるんで、この方についてちょっともう少し詳しくいろいろ調べたいなと思いますね。はい、文学商人の屋敷跡でした。